はい、では中村宏選手にお話を伺います。前回の松坂の S 級シリーズですけども、決勝戦かなりいい勢いで突っ込んでまして、引き続き好調と見てよろしいですか？そうですね、調子がいいと思います。やはりこのギアがこの年に入って規制がかかったことは中村さんにとってはプラスに作用しているという感じですか？そうですね、そのギアのせいなのか、伸び感が前の選手の伸び感が前よりもちょっと変わってきてるんで、自分のなんか伸びも生きてくるかなってところですね。取手競輪場ですが、印象とかイメージですか、いかがですか？いや、取手競輪場はあまり僕が斡旋されなかった競輪場で、久しぶりですね。ここに、その松坂からこの取手に来るまでの間、トレーニングとかそこは感触はいかがでした？松坂から中4日なんですけど、十分リラックスして直前の感じは良かったです。では明日からの3日間に向けての意気込みをお願いします。一生懸命走りますので応援よろしくお願いします。